審査員の先生に聞いちゃいました。はい、そうですね、母親が、アフリカに住んでいて、で一度は来いということで、母親を訪ねにアフリカを、旅行したことがあったんですが、その時に行った、サバンナがやっぱりずっとこう風景として頭の中に残っていて、でなんかその時にこう流れていたこう時間の感覚とか、なんかそういうのが今も地球の真裏で普通に流れてるんだなっていうことをたまに想像することがあって、それも本当に違う世界で、何から何まで違う世界で、ちょっとやっぱりこういつも自分が動いてるこう身の回りの常識とか時間の感覚とかルールとか、そういうものにちょっとこう苦しいなって思った時、結構それを思い出すとなんかこう別のリアリティというか、ハッとすることがありますね。スカート素敵ですけど、それはこれはそうですね、アフリカで買ったものですね。すごい素敵ですね。